大谷さんにやんないですか。さっきのカスタマーセンターの方が言ってたんですけど、日本からあのお客さん、日本人の女の子が来て4人来てチケットが買えないから、それで入れなくてこのまま帰らされたっていうのを聞いたんですけど、計画的にあのインターネットで買ったりとか、計画的にやらないと買えない時もあるんで、お気をつけください。